はい、どうもめいチャンネルです。本日はですね、大阪のオフ会ということで、今しがたね、もう23時なんですけど解散しまして、今日はですね、これからホリデイスイーツ新大阪さんの方にチェックイン手続きで向かっていきたいなというふうに思います。もうね、遅いのでこれからタクシーに乗ってホテルの方に向かっていきたいと思います。じゃあね、行ってまいります。はい、到着しましたので、これからねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。チェックインをお願いします。はい、ということでね、早速チェックインが完了いたしましたので、お部屋の方にねこれから向かっていきたいと思います。はい、ということで本日は9階のねお部屋にアサインいただきました。アップグレードねいただいております。ありがとうございます。今ね23時回ったところですけど、結構ねチェックインのお客様いらっしゃいますね。まあ、チェックイン自体はね5分ぐらいということと、タクシーをね利用してですね1000円分のねキャッシュバックいただいてます。ただ領収書はね回収されてしまいますのでご注意ください。はい、ということで9階の方に到着いたしました。結構綺麗な感じでいいですね。おしゃれ。本日は910ということでございます。こちらのお部屋ですね。いや、非常になんかね、広い。お部屋の数も非常に多いですね。はい、ということで入っていきたいなと思いますが、ルームキーは差し込んでいただかないとね、いけないみたいなので、はい、ということで今ね差し込みました。はい、いや、いいじゃないですか。めちゃめちゃねいい感じのお部屋となっております。はい、ということでサクッとねお部屋を見ていきたいなというふうに思いますけど、本日はね9階の910号室となっております。ルームキーはね挿して置かないといけないねタイプという感じになってますね。はい、で照明のねボタンとかあります。で入っていただいて、右手の部分がですね姿見の鏡となってますけど、ここがねこういった感じの、収納という感じになってますね。はい、で反対側にも、このようにですね、はい、ハンガーかけていただけるようになってますけど、ハンガーが見当たらないですね。そしてこちらが、お手洗いといった感じですけど、洗面台もねついていて、なんか非常に清潔感があってね、いい感じのウォシュレットという感じになっております。そして何よりね、ここの冷蔵庫とかもね、まあ入ってるってことはないんだと思うんですけど、こっちか、はい、冷凍庫、そして、冷蔵庫、そしてキッチンとかね、はい、すごい。お水は当然なんですけどね、エスプレッソマシンとかもねございますね。いや、いいんじゃないですか。そして電子レンジ、これ長期滞在とかでも非常にいいですね。 IH のコンロとかもありますし、はい、おお、ちゃんと食器類ありますね。お鍋とか面白いですね。でランドリーもあって、ちゃんとねこういった洗濯がねできるようになっております。これは嬉しいですね。非常にいい感じです。包丁とかもね、あります。めちゃめちゃいい感じじゃないですか。ね、上の方にお皿とかもあるんでしょうか。ありますね。ティーカップとか、お皿とかもございます。いいですね。上、ボールとかもね、置いてありますね。これはいいですね。しかもなんかすごい綺麗。これがね、9000円ぐらいで泊まれるっていうのは非常にいいんじゃないですか。で、洗面台。はい。まあ、こんな感じでね、アメニティとかもありますけど、あ、すごい。すごくないですか。なんか、普通にいい感じ。曇り止めとかね。携帯のなんだろう、これ。面白い。すごいですね。お風呂なんかもめっちゃ広い。これでね、お部屋は30平米なんですけど、めちゃめちゃ広く感じます。
アメニティとかね、多分、利用されてますね。すごい。これはびっくりです。めっちゃいいじゃないですか。どうですか？良くないですか？ね、お部屋なんかもね、本当に、このようにおしゃれな感じですし、ね、あ、こっちでもね、収納が、なるほど、ハンガーとかこっちになるんですね。はい。で、こういったね、パジャマとかルームウェアもあって、荷物置くね、台があって、そして、セキュリティボックス、セーフティボックスがあります。これはびっくりです。なんか、正直ね、あまり期待してなかったですけど、このようにソファーとか、ね、椅子もあって、そしてエアコン、ベッド類、そしてこういったね、デスクなんかもありますね。はい。LANケーブル、コンセントが2箇所。こっちにもね、USB-A とコンセントが2箇所。めっちゃ使いやすいじゃないですか。で、空気清浄機もあって、ここら辺は空ですけど、いやー、これはぶったまげました。テレビもね、めちゃめちゃ大きい、65とか70ぐらいありそうな感じですね。まあ、ここら辺収納ありますけど、基本的にはね、なんか入ってるっていう感じじゃないんだと思いますけどね。はい、入ってはいないです。はい、から、いやー、いいですね。ビューとかはね、もうちょっと夜なんで、あれですけど、まあ通り沿いですね。まあでもなんか開けてていい感じですね。トイメンはね、あのマンションとかですけど。めちゃめちゃいいじゃないですか。新しいんだな。すごい綺麗。で、USB-A が2箇所とコンセントが2箇所。はい。いかがでしょうか。ホリデーインスイーツ、新大阪さん。初めてね、宿泊させていただきますけど。びっくりしました。めちゃめちゃいい感じです。はい。こんなお部屋に、本日ね、もう23時チェックインでしたけど、一泊させていただきたいと思います。いや、いいですね。で、このベッドの下なんか引っ張るのがあるから、ベッドにできるのかな？それとも、ね、なんか開けられそうなので、ひょっとするとね、ベッドみたいな感じになったり、ここ足をね、広げていただくように伸ばせるのかもしれないですね。いやー、いいと思います。めっちゃいい。はい。いかがでしょうか。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード。下りが 36.24Mbps。アップロード上りが 8.43Mbps となってまして、ちょっとね、速度の差が激しいですね。なんかあるんでしょうかね。まあ、ただね、利用上は基本的には問題ないレベルかなという感じはしております。はい。あとはね、テーブルの方にですね、有線 LAN とかも使ってたりするので、今 PC の方は有線 LAN でね、接続させていただいてますけど、全く問題ないですね。はい。ということで、本日はこちら、ホリデーインスイーツ新大阪さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあ、先ほどですね、移動中の中でも、エレベーターの中でね、会話させていただいた通り、1000円を上限にですね、タクシー移動したものにつきましては、まあ、領収書はね、回収されてしまうんですけど、1000円分のね、タクシー代をご負担していただける、現金でキャッシュバックしていただけるというキャンペーンをやっているホテルでございます。で、セキュリティとかもね、22時から朝の6時までは、ルームキーがないと入れなくなってしまいますし、エレベーターもセキュリティが必要になります。で、地下1階のジムにつきましては営業時間24時間でやっておりますという感じですね。その他ランドリールームが5階、10階の方に、400円でね、洗濯機が利用できたり、乾燥機が200円で利用できたりしますけど、こちらのね、スタジオスイートのお部屋につきましては、お部屋の方にね、洗濯機があるので、最高です。はい。で、ランドリーサービスが土日祝日を除いて午前9時までですね、フロントまででお持ちいただくか、内線9番まで連絡すると、ランドリーサービスしていただけたりとか、で、朝食ビュッフェがですね、1階のレセプションの前でですね、料金1人1980円で朝の6時45分から、10時ラストオーダーの午前10時半までという感じでございますけど、まあ、今回ね、ダイヤモンドのウェルカムアメニティの特典で食事をね、選択させていただいておりますんで、まあ、明日ね、利用していきたいなというふうに思います。
で、まあ、エクスプレスチェックアウトね、まあ、利用していただくこともできますので、まあ、チェックインの時に精算するっていう形であればね、問題ないのかなというふうに思います。で、先ほどね、お部屋の見ていただいたと思うんですけど、バスルームのところ、洗面台か、鏡のところにボタンがあって、ライトのボタンとかあるんですけど、一番下のね、携帯のマークにつきましては、Bluetooth でですね、お部屋番号とか入れたりすると、スピーカー内蔵のね、バスルームミラーが設定できるっていう感じです。すごいですね。はい。ということで、まあ、初めてこちらのホリデーインスイーツ、新大阪さんお邪魔させていただきましたけど、ぶっちゃけた話、まあ、アップグレードいただいてこのお部屋になったっていうからっていうのはあると思いますけど、めちゃめちゃいいです。最高。なんだろう、30平米って書いてあるんですけど、それよりやっぱ広く感じますし、冷蔵庫、まあ、冷凍庫付きの冷蔵庫があったりとか、洗濯機利用できたりとか、お風呂とかがなんか自宅みたいな感じで非常にね、落ち着く感じでいいんですよ。で、お部屋なんかもね、全体的にすごくいい作りとなってますので、これがね、一泊、まあ、9000円ぐらいで泊まれるっていうのは非常にいいホテルだなと思います。また機会があればね、まだチェックアウトしてないですけど、ぜひここはやっぱり使いたいなっていうふうに思いますね。まあ、ただね、やっぱり、アップグレードいただいてこの部屋だからっていうのはね、ちょっと否めません。18平米のね、ボトムの部屋だったらどうなのかっていうのはちょっと泊まってみないと何とも言えないんですけど、この部屋だったらいいですね。で、テレビもね、すごく大きいですし、こう、引っ張り出して、こう、角度をね、つけていただくことができるので、Amazon の Fire Stick だったりとかですね、もう差しやすかったりするので、もうなおのこといいですね。なんか、本当に落ち着く感じのお部屋となってます。はい。で、これからですね、まぁ、ちょっと準備を整えてですね、本日ね、大阪オフ会の様子など、まぁ、こちらのお部屋の様子などについてですね、これからライブをね、お届けさせていただこうかなというふうに思っております。そちらの様子につきましては、こちらのね、上の方にリンク出しておきますんで、よかったらアーカイブね、チェックしていただければなというふうに思います。まぁ、ライブをね、今日はそのお届けした後はね、まぁ、お風呂入ったりとかしてゆっくり過ごさせていただいて、ゆっくり休みたいなというふうに思いますので、また明日の朝ですね、朝食の時にお会いできればなというふうに思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。今お風呂入ってね、ゆっくりしすぎましたけれども、あとね、15分で朝食終わってしまいますんで、これから急いでね、朝食会場に向かって、まあ、朝食後ですね、ジムだったりとか、館内のね、施設ちょっと見ていこうかなと思います。行ってまいります。朝食会場でございます。はい、まあ、こういったね、卵だったりとか、はい。まあ、十分じゃないかなって思いますね。はい、という感じでですね、こんな感じでね、持ってまいりました。なんかね、まあ、程よく朝食として食べるには十分かなとは思いますね。はい、いつもね、取りすぎちゃいますね。実はこのぐらいの方がいいのかもしれません。これでも多いかもしれないですね。いただいていきます。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まあ、十分ですね。今ね、10時ギリギリに来ましたけど、まあ、10時半まで入れるみたいな感じですね。なんか本当にね、食堂みたいな感じでいいですね。このままね、食べ進めて、まあ、ちょっとね、館内散策してみたいと思います。奥の方にはね、トイレもありますし、こっちのね、B1A は別のエレベーターがあるみたいですね。こっちの方に向かっていきたいと思います。はい、B1 の方にやってきましたけど、ミーティングルームとかもね、あるみたいですね。で、フィットネスね、今、人がね、いらっしゃいますけど、結構ね、いい感じでございます。ということで、10階のね、ランドリーに見ていきたいなと思います。はい、続きましてね、5階と10階にあります、ランドリーの方にね、向かっていきたいと思います。まあ、お部屋にね、洗濯機ありますので使うことはないですけど、
まあ、他のね、洗濯機がないお部屋に泊まった時に利用できるのかなと思います。はい、ランドリーね、こんな感じですね。まあ、ルームキーはね、必要になりますけども、まあ、十分じゃないですかね。60分で200円という感じですね。はい。洗濯機と料金一緒なのかな？なんか別かもしれないです。はい。まあ、こんな感じでエレベーターホール出て、左手にね、あるといった感じです。はい。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。いやー、なんだろうな。こちらのホリデーインスイーツ新大阪さん、初めてね、訪れましたけど、めちゃめちゃね、居心地が、いいですね。最高です。はい。落ち着きます。まあ、でもなんか結構大事なことかなと思いますよね。うん。なんかね、やっぱり、お部屋の中居心地がいい、ホテルの中居心地がいいっていうのは非常にね、最高かなと思います。はい。まあ、昨日ね、オフ会で、チェックインがね、23時となりましたけど、まあ、本当にね、旅行の拠点だったりとか、まあ、活動するっていう感じだと、ランドリーもありますし、非常にね、いいんじゃないかなと思います。まあ、このお部屋に関してはですね、まあ、ただ、ランドリーがね、ついてないお部屋につきましても、まあ、5階と10階にコインランドリーありますんで、まあ、長期滞在とかにもね、向いてるのかなというふうに思いますので、非常にね、おすすめです。まあ、朝食に関しましてもですね、まあ、オーソドックスなね、朝食メニューが、あるといった感じなので、まあ、群を抜いてですね、これがめちゃめちゃ美味しいとか、目玉商品っていうことでは特にはないんですけど、まあ、種類はね、必要十分あるかなというふうに思います。まあ、私でも当然ね、ソーセージ、ベーコンとか、パンとか、ご飯とかでね、お腹いっぱいになりましたし、こういったね、カップもあって、お持ち帰り用のね、コーヒーなども入れていただくことができるので、いいんじゃないかなというふうに思います。で、ジムね、ちょっとあいにく人がいらっしゃったので、まあ、ちょっとね、撮影して、させていただくことがちょっと難しい状況だったんですけど、ウェイトの器具だったりとかも非常にね、立派なのがありましたし、ランニングマシンとかもなんか新しい感じでしたので、まあ、非常にね、おすすめでございます。私があんまり使わないですけどね。はい。ということで、まあ、もうちょっとね、ゆっくりさせていただいて、今日はこの後、ハイアットリージェンシー大阪さんの方にね、向かう予定なんですけど、まあ、存分にお部屋堪能させていただいて、まあ、オフ会のね、動画なども編集させていただいてですね。はい。今ね、まあ、PC もね、マシンとかもだいぶね、変わりましたんで、編集ね、頑張っていきたいなと思いますんでね。はい。ということで、まあ、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録、ベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。